はい、今日はジオパークの一つ、ヌナガワヒメの、ウグショにね、ちょっと、行ってみたいと思います。ここのね、橋を渡ると左手の方にね、渡瀬、ワイショップがあるんですけども、そちらの手前の方に、ウグショのね、看板が出てるんですけども、はい、山崎ショップの渡瀬のワイショップ、はい、ここから右折ですね、はい、こちらのですね、はい、萩川機械店のところを右折です。はい、ここから、さらにね 2.5 キロ、はい、登っていきます。周りにはね、民家が、なくなってきましたね。はい、もうちょっと行くと看板が、見えるはずなんですが、ここですね。そこをまた右折ですね。はい、ここちょっとゆっくりしてください。はい。ね、異常サイト、ヌナガワヒメ優勝看板がね、出てますね。はい、じゃあ右折ですね。軽自動車でね、まあ普通車でも、通れる道ですね。はい、はい、一応、目印もね、ヌナガワヒメの、上り旗が立ってるので、まあ多分、すぐね通れると思いますけど、はい、そこにはまたありましたね。はい、ここを右折ですね。はい、ちょっとね、道が狭いんでね、慎重なね運転が必要ですね。はい、だからさ、落ちそうだね。ドンドン。はい、ちょっとね、初めて行ってみるんでね、私もちょっと何分かかりますけど、はい、ここはちょっと、ね、登りがきついですね。徒歩12分、もうちょっと車で行けるのかな。じゃあちょっと行ってみましょう、車で。しかももうちょっと先に行くと駐車場らしきものがあるはずなんですけどね。ここが駐車場なのかな。じゃあそこら辺に止めて、はい、歩いてね、少しだけな。はい、はい、到着。はい、この先ね、道あるんですけども、ちょっとね舗装してないので、ここにちょっとね、広場的なところがあったんで、ここちょっと車を止めてですね、長靴に一応履き替えて見ます。それで徒歩でね、ちょっと行ってみます。よし、爆弾。ちょっとね、アドベンチャー的な要素も含まれてるみたいですね。はい、はい、結構ね、やっぱり足元が悪いんで、ちゃんとね、長靴とか、そうですね、虫除けスプレーとか、してきた方が、良さそうですね。はい、thank you.
道中は、草がね買ってあって、道は大丈夫ですね。ああ、ありました、見えてきました。こんなところに巨大な岩が。川があります。綺麗だね。そうだね、すごい澄んでるよ。すごい澄んでるね。何が？水。はい、ついに。確かに昔どうなってたの。ヌナガワヒメの生まれたとされる場所にやってまいりました。はい、看板の方も